建造建造は東京帝国大学航空研究所が基本設計し、川崎航空機が製造した日本陸軍の高速研究機、試作番号脇78、研究用の1号機、建造中間機と速度記録用の2号機を製作する予定だったが、1号機の開発中に太平洋戦争に突入し、戦局の悪化もあり2号機は製作されなかったので、通常、 建造といえば1号機のことを指す。1939年秋、陸軍は将来の高速戦闘機開発の参考にするため、世界速度記録更新を目標とする速度記録機の研究を貢献に依頼した。しかし速度記録機の製作経験がない日本で、最初からメッサー・シュミット目209が持つ、世界速度記録時速 755.138km に、 挑むのは無理があった。そこで、貢献はまず最高速度時速 700km 程度の1号機を製作し、その開発及び実験データをもとに、速度記録用の2号機を製作することにした。これを、長距離記録機、貢献機、高高度実験機、露出機 B 型に次ぐ貢献3番目の研究機として、建造と、通称し、1号機はあくまで速度記録機への、 橋渡しということで、建造中間機と呼ばれた。1940年1月、山本峰雄署員を設計主任とした建造委員会を組織し、1号機の基礎設計を開始した。エンジンには、ダイムラーベンツ DB601 を選定した。実機製作は、液霊エンジン機製作の経験が豊富で、同エンジンのライセンス生産も手掛ける川崎航空機が担当することになった。 1940年4月、貢献の基礎設計をもとに、川崎側の設計事務者、今地勇義士らが製作準備を進め、1941年3月から実機設計開始、同年5月にモックアップが完成。翌1942年8月に設計を終了。同年11月には試作機が完成する。最高速度時速 700km を達成するには、 空気抵抗の少ない胴体形状にできる正面面積の小さい液冷列型の2000馬力級エンジンが求められた。しかし国産では適合するエンジンがなかったのでライセンス生産の見本用にドイツから輸入されたダイムラーベンツ DB601AAA キ冷イ倒立 V 型12気筒エンジンを改造して使用した。主な改造箇所は回転数の増加、インペラの回転数増加、 下級機のブーストアップ、純メタノール噴射、バルブオーバーラップの増大、下級機インペラの直径増大など、これにより最大出力は1550馬力に向上、最大速度は計算上時速 686km が可能となった。また、本来 DB601 の下級機は流体継手を用いて、高度に応じて無断変速する仕組みになっていたが、 抵抗度しか飛ばない建造用に速度に応じて手動で3段階に変速する方式に変更された。下級機の空気取り入れ口は空気抵抗を減らすために BF109 や飛炎のような機種側面に張り出す方式を避けて左主翼付け根前炎に開口した。排気管は排気の余剰エネルギーを補助水力として用いる水力排気式のものが採用された。この排気管は テスト中に一度回収によって形状が変更されている。エンジン化はマグネシウム炭造の一体構造としたので、アルミ合金製の半分程度に軽量化できた。翼断面に谷一郎書院が研究中の操縦翼型、LB 翼を採用。主翼前縁にリベットの凹凸があると。 そこで気流が乱れ、挿流翼の効果が低下するので、分厚い外反を小骨と隙間なく組み付け、付け根だけをリベットで固定した。ピトー管も前縁を避け、左翼上下面に取り付けられた。研究段階では、段差やリベットをなくすために、主翼全体を鋳造の一体構造にする案もあったが、強度に問題があるため採用を見送り、一般的な前後2本の手下田を持つ、 セミモノコック構造とした。シュゲタには超ジュラルミン SSD 合金を使用し、軽量化と耐久性の両立を図っている。操縦翼面は高速飛行時に大きな負荷がかかる補助翼のみ金属張りとし、タワハフ張りとした。主翼面積は11.0平方メートルと小さく、翼面荷重は2 0 0ラム、平方メートル前後にもなるので、着陸速度が高くなることが懸念された。 そこで着陸速度を時速 160km 以下に収めるために世界初の親子式フラップを採用した。親フラップはスロッテッド式、連動スルコフラップはスプリット式となっていた。操縦席後方胴体両側面に縦長の空気取り入れ口を持つ高さ 50mm ほどの張り出しを設け、その中に前後2段の小型ラジエーターを埋め込み式に取り付けた。 後方の空気排出口にはフラップがあり、通気量を調整できた。またラジエーター装備位置の胴体上下面は外反を二重構造とし、外反と内張りの間に冷却液を通し外気で冷却する補助的な表面冷却器になっていた。同様の仕組みでエンジンカウリングはオイル用の表面冷却器を兼ねていた。空気抵抗削減のため、曲げ加工を施したプラスチックを組み合わせて、 曲面構成にした。天外もプラスチック製だが、開閉式ではなく、超ネジで固定するだけになっていた。天外を装着すると視界が悪化し、さらに操縦席内に熱気がこもるので、ほとんどの飛行試験は天外を外したまま行われた。1942年12月26日、鏡ヶ原飛行場にて初飛行に成功するが、引っ込め足の動作不良。 エンジンオイルの温度か昇るが発生した。1943年1月17日から行われた2回目以降の飛行試験でも、プロペラピッチ可変機構の故障、軽機類の不調、昇降打のフラッター発生等不具合が発生し、その都度回収を加えていった。特にエンジンオイルの冷却不足は、カウリングの表面冷却機だけでは対応しきれず、4つあるラジエータのうち1つを、 オイルクーラーに変更する、等、数回にわたって、回収を要した。飛行特性は、各火事の危機器も良く、宙返りや横転もこなせたが、離陸時にプロペラトルクの反作用で左に傾く癖があった。着陸速度は、親子式フラップの効果が大きく時速 155km にまで、抑えられたが、操流翼ゆえの失速の速さに備え、 時速1 7 0トルで設置を行うようにした。また非常に高い上昇性能を示したが、全力での上昇試験は行っていないので記録上の上昇率は、19. 1 9 1毎秒にとどまる。しかしテストパイロットによると、計気読みで3 0毎秒に達したことがあるという。百四十三年十月五日の第十四回飛行試験でエンジンに振動が発生したため、 二度目のエンジン乾燥を行ったのを最後に大きなトラブルは発生せず、12月には全速試験を開始した。12月27日、第31回目の飛行試験は、機体表面の凹凸をカバーするため、部分的なパテ埋めと全面塗装を施し、風防点外を装着した状態で行い、景気指示速度時速 682km を出し、景気誤差修正した魔速度は、 日本のレシプロ機中最速となる時速 699.9km を記録した1944年1月11日第32回目の飛行試験が最後の飛行となったその後陸軍航空審査部の玉飛行場に移動する予定だったが着陸速度が高く高価格が深く取れない建造には玉飛行場周囲の雑木林が障害になること等から実行せず そのまま、鏡ヶ原飛行場で終戦を迎えた。その後、進駐してきた米軍の車両に踏みつぶされて、スクラップにされる、建造の写真が残されている。設計を担当した、東京帝国大学航空研究所員の山本、峰夫の家族が、国立科学博物館に寄贈した資料から、第31回試験飛行の模様を撮影した映画フィルムが2020年に発見され、 同年2月に岐阜かかみが原航空宇宙博物館で公開される世界速度記録更新用として最大速度800時速 850km を目標に開発する予定だったが1号機開発の遅れ、選挙区の悪化等で構想のみで終わり具体的な設定は行われていない構想段階では2機の DB601 を結合させたいき例。 X 型あるいは H 型24機等3000割気のエンジンを搭載する予定であり、主翼はアルミもしくはマグネシウムの鋳造翼で、可変交代翼の装備や無病区機とすることも考えられていた。また、ジェットエンジンの搭載も計画されていた。当初の計画では1941年9月、設計開始、1942年3月完成を目指していた。 ありがとうございます。